浮世は新潟県上越市中町の老舗料亭。前身は江戸時代末期にあった仕出し屋とされ、それがやがて幕末から明治初期に割烹料亭、寺島屋に転換したと伝えられている。現在も残る3階建てで2階に153畳の大広間を備えた本館は明治中期に建造されたものである。明治末には日清館と名乗って積極的に 西洋料理を導入した時期もあったという。また、浮世という野号は造語として考案されたものであり、1933年からのものとされる。旧高田市を代表する高級料亭であり、旧直越市の有力企業もしばしば接待に使っていた。新藤兼人が監督した1953年の映画、祝図では舞台の一つとして撮影が行われた。2006年には、 経営悪化が表面化して、存続の危機に瀕したが、地元経済界からの出資で新たに設立された、株式会社が経営に当たることでひとまずは、存続が決まり、厨房などの設備が更新された。2008年には、本館の建物が、昭和初期に建造されたかやぶき屋根の北門、1951年頃、建造のスキヤ風の東門とともに、 登録有形文化財に登録された。2013年に上越市で福祉関係施設や学習塾、ビル管理などの事業を展開している大島グループが浮きを買収して大島誠が社長となりランチ営業や様々な催事への取り組みなど経営改革が進められ2017年には全国の老舗料亭に呼びかけて 100年、料亭ネットワークを結成する中核となった。ありがとうございます。